東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？湘南ベルマーレはホームで大宮アルディージャに 0-1 で敗れた。リーグ戦は5連敗2分け6敗で、開幕からの未勝利は8戦に伸び、最下位脱出はならなかった。湘南が浮上のきっかけをつかむことができない。ホームで初勝利を目指した湘南だが、ゴールが遠い。フォワード桐野が積極的にシュートを放つが、なかなか得点が生まれない。後半11分からはパウリーニョに代えて、2種登録の17歳ミッドフィルダー斉藤光希を J1 デビューさせる。同37分からはルーキーミッドフィルダー神谷優太とミッドフィルダー長谷川アーリアジャスールを同時投入する。しかし最後まで大宮のゴールネットが揺れることはなかった。運も味方しなかった。失点シーンは後半35分、ディフェンダー菊池康介のヘディングシュートのボールが防ぎに行ったディフェンダーミサオ・ユートの手に当たってしまう。これをミッドフィルダー家永・秋広に決められた。湘南の今季の勝利は3月27日に敵地で行ったナビスコ杯名古屋戦のみ。公式戦はこれで3試合連続無得点といいニュースがない。ただ次戦は同じ神奈川県に本拠地を置く横浜 F ・マリノスとのダービーマッチ。相手は上位争いをするクラブだが、下位脱出のきっかけとなる試合にしたい。一方の大宮は4戦負けなしで勝ち点を12に伸ばした。ただ順位は変わらず6位のまま。90分間苦しかったですけど、チームとして戦えてよかったとホッとした表情を見せた家永は、最近ホームで勝てていないので頑張りたいと、30日にホームで行う鹿島戦の必勝を誓った。